の、ウイレで納得いかない選手の能力ちょこちょこ直してたら、気づいた時全体的にすげえインフレしてる時あるよね。で、おなじみ、レオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日もコメントいただいております。前回のですね、特定者、労働者、創造者、この3つにね、3トップタイプ別に分けまして、まあ、あの成功する3トップの条件みたいなことを、やりました。その企画に対するコメントです。大和さん、ジェズスも特定者、労働者、創造者、すべて当てはめれますね。あとチームコンセプトによって3つの組み合わせが変わってきますね。勉強になります、というわけで、いえ、それほどでもっていう感じなんですけれども、これですね、ジェズスなんですけれども、これちょっと語り忘れたことがありまして、このコメント引用して、語らせていただきます。僕ですね、よく、3トップ、シティの3トップですね、サネ、スターリング、そして、まあ、アグエロが、まあ、基本の形みたいになってて、まあ、ここからちょっと、ジェズスが復帰したら、まあ、どっかに入れられるかな、みたいな感じで変わっていくと思うんですけれども、僕がよく話題に挙げるのはスターリングですね。スターリングがボールを持ってない時の動きが良くなすぎると、中のアグエロなんかがですね、まあ、小さい選手ですけれども、動きもありますから、ワントップで動き回った時にそのスペースを、活かすような動きを全くしないと、なんで、状況が膠着した時に、サイドでボールを持ってドリブル突破がもう完全にね対応されてて良くない試合が多々あるっていう、そんな話をしていますけれども、これですね、よくそのアグエロか、ジェズスか、どちらかを選ぶべき、まあ実際ね、ペップもそういった使い方をしてたことがありますので、そういう風に言われがちなんですけど、僕はですね、この右のスターリングのポジションにジェズスを使った方がいいっていう風に、常々思ってます。まあ、ツイッターとかね、フォローしてくださってる方には、もうご存知の事実だと思うんですけど、それなぜかと言いますと、この得点者、労働者、創造者に分けた場合ですね、まあ、得点者アグエロに、なるわけなんですけども、創造者がサネだとしまして、まあ、突破力とかがありますんで、右のですねスターリングのポジション、ここにですね労働者が入れば、まあ、バランスはいいと。プラスですね、ジェズスは、ブラジル時代のプレースタイルを見ますと、結構今よりもボールを持ちたがっていまして、まあ、それをねすぐヨーロッパ仕様にこうね、ちゃんと球離れを良くして判断力を高めるっていう風にできたのすごいと思うんですけど、まあ、そういった、まあ、いろんな引き出しがあるっていうのが、もう一つあります。でですね、これ今ジェズス、これね右のサイドに、労働者として入れた方がいい、得点の時にねアグエロが空けたスペースに入ってこれるって話をしたんですけれども、もう一つがよくね、ペップがやってるのが右にデブライネを入れるっていう、そういった形ですね。デブライネ、まさしく創造者になれる選手です。クロスの精度いいですし、ドリブルも、サネほど突破力っていう点ではないかもしれませんが、運ぶドリブルができますし、非常にタイミングがいいので、かわしきらなくても、いいタイミングでクロスを入れて、そのクロスの精度がすごく高いっていう選手ですね。なんで、僕はですねガルディオラの、理想ですね、ギュンドアンが、復帰した時の形とかを、見ますと、右のウィング、まあ、逆になる時もありますけれども、ポジション上流れて、そこにデブライネを入れまして、サネとアグエロだったりジェズス、まあ、そこをどちらかと組ませまして、中盤にギュンドアンを入れると。そうするとですね、中盤で、まあ、ゲームを作る選手がシルバーとギュンドアンでいて、まあ、どっちもね前線に飛び出してこれますし、そしてですね、前線に得点者と労働者の役割どちらもできる、ジェズスと、アグエロがいまして、そして、サネ、こちらがですね、まあ、労働者とそして、創造者の役割できて、そしてですね、右の、デブライネも、労働者と創造者の役割できると、なんでですね、こんな感じで、すごくバランスが良くなるんですね。こうなってくるとスターリングの使い方になるんですけれども、使う場所がなくなってきまして、まあ、スターリング自体が、労働者としても働けるようにこうですね、スペースへの走り込みなどを、強化するか、もしくはもっとね足元の技術とかを磨いて創造者としての道を開くかっていうところになります。うんせやさん、今度アヤックスが強い理由を教えてください。そして鏡俊二さん、こちらゲーム動画へのコメントなんですけど、フェキル使いやすくおすすめですというわけで、先日ヨーロッパリーグありましたね。アヤックスが4対1でリヨンを下した試合なんですけど、この試合ですね、まあ僕とか、まあ FIFA をやってる方、すごくですね、ゲームで使いやすいと言いますか、今後伸びる選手で、この選手、みんな取っちゃうなみたいな選手が、たくさん出ていまして、まあそれを実際に見ましたので、その選手の実際のプレイの話をして、まあゲームに活かすのもいいですし、やってない方も、あ、そういう選手人気あって、うん、実際の世界だと確かにそういうプレイするなみたいな感じで、まあ自由に楽しんでいただければいいと思います。アヤックス対、リヨンの試合の、スタメンこんな感じになりました。はい。まずですね、アヤックスが強い理由。これですね、なんか話によると、この試合が異常に出来が良かっただけっていう話もあるんですけれども、僕が見た限りですね、この前線からのプレスの連動が非常に良くてですね、選手全員の守備意識、守備での役割分担だったり、自分がやることすごく明確になってる感じがしました。まあ
433と4231なんで、ダブルボランチに対して、このね、リオンのダブルボランチに対して、アヤックスの4123のインサイドハーフが前に上がってって、こうちゃんとね、はめれるっていうところですごくやりやすかった。またですね、リオンの、この、NKOULOU っていう、ンクルっていう風に呼ばれてる選手なんですけど、この選手があまり今シーズン試合出てないんですね。ここのポジションの選手のエンビアだったり、あと誰だったかな。まんまな。このセンターバック両名が出れてなかったので、この選手が使われて、ここのですね、不安定さが、まあ全体的に、アヤックスの勢いを助長したかなっていうふうに、思っています。なんでですね、ちょっと、アヤックスが、まあすごく良くなった理由がそこにありまして、プラスですね、前からどんどん守備をしていくのに加えて、センターバックとかの、守備範囲がすごく広いんですね。このダビンソン・サンチェスだったり、LIGT って書いてあるんですけど、これデリクトとかいう風に呼ばれていましたね。この選手17歳でオランダ代表に呼ばれた、センターバックなんですけど、この2選手がどんどん前に出ていって守備をしまして、すごくカバーリング範囲といいますか、ボールを奪える範囲が広い選手です。で、これだけだと裏を突かれて危ないとかなったりとかして、まあ、実際にそういうシーン多々あるんですけれども、これをですね、ツイッターでも言いましたように、この20番の SHONE、シェーネっていう風に呼ばれている選手なんですけど、この選手のカバーリングが非常にいいですね。センターバックが出ていった時に、スッとセンターバックのポジションに下がってきて、このですね、カバーリングのカバーリングみたいな、サイドに釣り出されたセンターバックのカバーリングみたいな感じで、こう降りてけるところ、ここのですね、意識がすごく高いの、プラス、相手のトップ下、まあ、トリストですね。このトリストが降りていった時も前についていって、簡単にはボール受けさせないみたいな、すごくですね、アンカーとして地味ながらもいい働きしていまして、年齢調べたら30歳なんで、あ、こんないい選手、やっぱりね、僕が知らないだけでいるんだなというふうに思いましたら、今シーズンからウィンガーからですね、アンカーにコンバートされた選手で、2014-15 シーズンだったか、ちょっと前のブログとか、いろいろ検索したら見つけたんですけど、オランダリーグの MVP とかも取ってる選手なんですね。そういった選手が、まあ、若手のウィンガーが出てきて、まあ、チームの構想上、まあ、ボランチといいますか、このアンカーにね、抜擢されて、それで今までの経験を生かして、そういったね、この役割をチームで務めてるということで、なんで元々ウィングなんで、もしかしたら、アンカーから散らす役割とかするときも、このタイミングで欲しいみたいなところで、出してあげれるみたいなところもあるのかもしれません。それでですね、そのゲームで、よく使われる選手で言うと、まずドルベリですね。すごく身長が高い、まあ、金髪の選手で19歳で、もうね、イブラヒモビッチを彷彿とさせるとか言われるんですけど、ゲームだと結構ね、遅い電柱系のフォワードみたいな感じでスタミナも少ないんですけど、すごく前からプレスをかけますし、結構細かくですね、裏に飛び出したりとか、そういったね、ボールがない時の動きもする選手なんですね。で、なおかつドリブルで仕掛けられてミドルシュートが枠内に行くことが、多いって感じで、もしかしたら来シーズン本当ビッグクラブ行って、すぐ活躍しちゃうかもしれません。あとですね、このマンオブザマッチになっている、星マークのトラオレですね。これベルトラントラオレ、バートラントトラオレとか言われるんですけれども、チェルシーからレンタルされてる選手でして、このチームで右のウィングやっていて、守備頑張ってヘディングでの競り合いとかからもね、今回アシストしていましたし、ゴールも決めていました。左足でのカットインシュートが、得意で、ほんとね、上下運動の守備頑張りますんで、来シーズン早速ね、チェルシーに戻るんじゃないかと。ただ、チェルシーに戻った場合ですね、まあ、ペドロ、ウィリアン、アザール、このね、3選手、そこにね、ロクタスチークとかいろいろ入ってきますから、そこと争う点でどうなのかっていうところで、まあその辺でね、まだ、足りないっていうところで、一旦ね、レンタル出されたんでしょうし、こういった選手が同じようにね、上下運動の動きだったりですとか、あとクロス精度あんまり上げる機会なかったんですけれども、サイドチェンジのパスがすごい良かったんで、その辺も期待して、このね、この身体能力系が高いんで、左のウィングバックとか、まあ右のウィングバックにね、左利きっていうのはなかなか難しいと思うんで、そういうところのポジションもできたりとかしたら、チェルシーで、来シーズンですね、戻って活躍するのかなって思います。あとこの、ジエフと、クラーセン。この2選手がですね、まあインサイドハーフですごい守備頑張って、それでボール奪った後の判断早くて、遠くを見れる上に判断が早いんですね。なんで、セットプレーで、得点したところから、この試合ですね、リオンペースだったのが変わったというふうに言う方いるんですけど、僕はですね、結構、リオンのハイプレスを、この2選手が、うまいことボールを収めたり、まあ、かわしたりとかして、逆サイドにサイドチェンジとかして、こうね、アヤックスのこの若い選手たちに、まあ、この2選手も若いんですけれども、こう、俺らできるぞっていう勇気を与えてたように、まあ、僕には見えました。あと、リーデバルト。この選手はですね、フランク・デブール政権の時は、やっぱり自分とフランク・デブールが重ねてたのか、左利きのセンターバックでゲームメイクを担ってたんですけど、対人の弱さがちょっと気になるっていうところで、あんまり使われなくなったみたいで、ただ左サイドバック、今回置かれてですね、確か
かに対人、サイドでドリブル仕掛けられた時はちょっと怖いところあったんですけれども、ボールを持って押し込む時間帯になりますと、中とのコンビネーションで上がっていって、外だったり中だったり、そのですね、パスを出した後にサイドバックには珍しいですね、こうバリエーションが多い連続性がある選手なんですね。なんでそういったところで今後ですね、年を重ねるごとにサッカー IQ 増して、その対人の弱さも読みとかでカバーできるようになったら、もっとすごい選手になるかなと思います。あとテテ、これ警官殴ったことある選手ですごいバッドボーイらしいんですけど、この選手がですね、対人強くてすごい頑張り屋さんなんですけど、結構一か八かのパス出したり、なんかまあ不用意なミスが多いんですね。ただそれをがむしゃらしさでカバーするっていうすごいキャラ立ちしてる選手なんで、うん、なんか映画とかになったらこういう人いると、うん、面白いなって思いましたね。であとダビンソン・サンチェスとこのデリクトなんですけど、まあさっき言ったカバーリング範囲の広さすごい感じて、ディレクトの方がですね、ちょっと安全にプレイしてるイメージあります。ダビンソン・サンチェスの方が、なんか無理やりなパスが多いって言いますか、結構ディフェンスラインから危ないパス出して取られて自分でカバーとか結構ありますんで、そういったところでですね、バルサがリストアップしてるって言うんですけど、ちょっと怖いかなっていう風に、そんな感じに思いますね。あとですね、まあ、ほんとさっきさらっと言っちゃいましたけど、クラーセン、ジエフは、この辺はもうペップサッカーとか、リバプールのクロップのサッカーとかですごい欲しがりそうな人材でして、リヨンで言いますと、やっぱりフェキルに関してはこの試合ワントップだったんですけど、本来ラカゼットがここに入るらしいんですね。なんで、フェキルのプレー的に、開いたところでボールもらったりとかして、あと狭いところでボールもらったりして、まあ前を向いて、そこからですね、カットインだったり、相手の逆をつくプレーで、すごく翻弄できるみたいな。なんで途中でですね、デリクトをすごい、いい感じにね、もう、チンチンにしたシーンがあったんですけれども、そのシーン以外ですと結構ですね、消えてたり潰れ役になるところがありましたので、実際ね、本来のフェキルのプレーは一番いい時はまあ皆さんが見やすいハイライトなんかの動画で、それをいかにね出しやすい状況にできるかっていうところだと思います。でトリッソに関してはですね、まあ簡単に言うとナインゴランですよね。まあこの選手に関しては僕フランス代表でも見てたんですけど、低い位置で結構落ち着いてパス回しながら、まあ運動量豊富に相手にですねガンガン突っかけていくファイターって感じで、このトリッソだったりニースのシュプリアンだったりですとか、最近のカンテだったりとかビダル、ですね、運動量が豊富で散らせる選手っていうのが増えてきましたね。なんか遠藤康人と山口蛍合わせたみたいな。なんで世界レベルの選手っていうのはこういう選手今後どんどん増えていくと思いますので、このトリスト、今後ですね、もしかしたらユベントスとか、まあそういったビッグクラブアーセナルとか、その辺が狙ってくると思いますので、注目していくと、面白いと思います。あとゴナドンとかも語りたかったけど時間なんでこのぐらいで、レオさんフットボールでした。明日もお楽しみ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。